そうしていただくのは、中本理事長ですね。はい、お願いします。はい、はい、杉村さん、本当に素晴らしいお話ありがとうございました。今日も皆さん敬意とねぎらいを持って帰っていただければありがたいなと思います。私の方はですね、ちょっと変わりまして、今回参加希望を募ったところ、初めて参加される方が非常に多かったんですね。それで改めてジャムセントって何してるのっていう話をさせていただきます。まずですね、これは領事局の統計で、なんですけども、海外渡航者法人の現状ということですけども、先ほど局長からお話ありましたように、在留邦人の数は125万人ですね。で、台風州アジア増加してが著しいということ、それから特徴としてはですね、中小企業からの派遣社員が増加、あるいは単身赴任の増加ということが言えると思います。それからその在留邦人の皆さんの自体の高齢化ということも問題になってきております。それから2番目、渡航者邦人の数というのは、これは旅行者と単純に言えると思いますけれども、年間約1800万人、これだけの方が出ておられるということで、円高の影響もあると思います。それと我々外に出てて思うのは、高齢の旅行者の方が非常に増えたなというのを印象に持っております。では危機、メジャーリスクというお話でしたので、じゃ海外におけるリスク、危機とはどういうものかということで、まずはメジャーなリスクということをちょっと挙げてみますけれども、大規模災害ということになると思います。これは災害医療というところの教科書から取ってきた話なんですけども、1975年時点では年100件程度だったんですね、以内。ところが以後増加しておりまして、2000年以降は毎年400件以上と増えている。それからその被災者はですね、毎年平均約1億6000万人も被災している。で、10万人が毎年亡くなっているということですね。被害総額は336ドルとの試算もあります。そしてご存知のように、その開発途上国でその被害は深刻です。それからテロなんですけども、その件数そのものは減少傾向にあるようなんですけれども、1件あたりの死傷者数はどうも増加傾向にあると言われております。被害の拡大、災害多様化の要因としてはですね、人口爆発、そして都市への人口集中ということですね。家内の田舎の岩手のようなところで、事故があっても大した被害にはならないんですけども、すみません、東京で大きな事故があれば本当に、被害が大きくなる。それから、貧富の格差ですね、これがその紛争テロの増加を増やしているという感じはいたします。そして、異常気象ですね、温暖化の影響もあります。そして、先般韓国の船の事故もありましたけども、交通機関の大型化ですね、飛行機も大きくなっておりまして、一件事故があると多くの方が亡くなってしまう。そして、都市が複雑化しておりまして、高層化とか地下街もできているということが多様化の原因になっております。これちょっと字が小さいんですけども、これも外務省の統計から持ってきました最新の事例ですけども、2012年だけを挙げてもですね、法人援護の事例なんですね。領事局長が苦労された地で、1月からですね、船舶とか登山、水難事故、交通事故等々、これだけ、大きな事故だけでもこれだけあって、領事局長が法人援護に走り回っているという現状があります。援護数がですね、18,219件、これ年ですね。で、実際に2万人の方が領事によって援護されているという数字が出ております。我々っていうか医務官なんですね、外務省の医務官もですね、実は領事担当官とともに法人援護を担当する機会が増えておりまして、
これが私が、ね、湯葉になってからだけの話なんですけども、この20年間私が関係していること、あるいは思いついたことが、だけでもこれだけあります。まあ、インドネシアのガルーダ航空機が墜落してたとかですね、暴動があったりとか、愛媛丸の事故ですね、まあ、9/11、そして、最近では、まあ、ニュージーランドの地震とかですね、先ほどは重丸先生からもお話がありましたアルジェリアの人質拘束事件等々ですね、今からもかなり法人に関わるようになってきております。そして9/11ですね、これは本当に大きな事故だったと思うんですけれども、テロだったんですけれども、実はですね、そのジャムズネットの設立にその9/11が大きく関わっております。ニューヨークにもともとですね、世界最大数の法人6万人の方がいらっしゃったんですね。でもちろん医療専門家であるがたくさんいらしてですね、法人を医療面で支援する NPO も多数存在していました。メンタルヘルス系の方もですね、ニューヨークは比較的多くいらっしゃいました。ただそのお互いの連携というものはそれまではなかったんですね。でここで9/11が起きたんですけども、その今重村先生から何回もお言葉がありましたけども、その在留邦人は災害弱者であるということを9/11の経験して強烈に自覚させられたんですね。それまではまあもう英語もまあできるし、まあ、仕事もうまくいってるし、ニューヨークに行っている邦人は恵まれている部類で、特に現地の日本人同士でまとまる必要なかったと考えてたんだと思うんですけども、9/11が起こって初めて自分たちはマイノリティ、情報マイノリティであるということを強烈に自覚したと。そして、官の側はですね、実は総領事館もですね、それまではのんびりした対応してたんですけども、9/11の経験からですね、有事の際に医療支援ボランティアが必要なことを自覚した。そしてそもそもですね、日常的にその平時のうちからネットワークを作っておかなくちゃ、置かなくてはいけないということを認識したんですね。まあ、そういう意味でそのメジャーなリスクに対応するためには、日常的な法人同士の共助、お互いを助けること、そして官民企業のネットワークが必要だろうということで、ジャムズネットが立ち上がる経緯になったと思います。今度ですね、そのメジャーな危機ではなくて、じゃあもうちょっと小さい危機、どんなことがあるかということをちょっと挙げてみますけども、マイナーリスクの例ですね、まあ、たくさんあります、まあ、医療、福祉、教育、生活問題、法人の高齢化問題、夫婦家族のクライシス、メンタルヘルス危機等々あるんですが、そうですね、まあ、感染症ほかですね、海外の医療についてはいろんな問題がありますね。で、実はジャムネットはこういったことに個別にも対応しております。これ昨日カナダのニュースから撮った像ですけども、エボラ出血熱ですね、かなり広がってきておりますけども、こういった情報をですね、いち早く日本語にして情報提供活動をホームページで行っております。ぜひご覧いただければと思います。もちろん我々だけで情報が取れるわけではありませんので、外務省の領事政策局であるとか厚労省の検疫所と法医学会等と密接な関係を持っております。ホームページですね、アドレスはこうなっております。それからFacebook でも情報を発信しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。 Twitter もやっております。ホームページの方ですけども、今まで過去国別のアクセス状況を見てみるとですね、まあ、日本が最ももちろん多いんですけども、カナダであるとか USA であるとかジャーマニーとか等々ですね、ほぼ世界中からホームページにアクセスしていただいている現状があります。でメールの相談もですね、今のところそんなに数は多くないんですけども、これまたほぼ世界中から あらゆる地域から相談を。それから個別相談の内容もですね、もう本当に多岐にわたっておりますね。2番目、マイナーリスクですけども、まあ、高齢化問題ということですね。実は昨年のジャムズネットのテーマでした。で、どういうことをやってるかと
というと認知症サポーターという日本で素晴らしい運動があるんですね。認知症サポーターキャラバンですか。その養成講座をですね、それを世界に持っていこうということでやっております。サポーター養成講座の開催ということでアメリカ、ニューヨークですね、ニューヨークでもやっておりますし、カナダ、トロント、そして今度ドイツでも行われました。本当に日本が誇る医療ソフトウェア、ソフトウェアではないかと思っております。3番目ですけども、夫婦家族のクライシスということで、実はですね、先ほどちらっとお話がありましたけども、帯同配偶者のストレスであるとかですね、子どもさんの問題といったこと、それから国際結婚の問題ということは非常に大きな問題になってきております。最近ハーグ条約というのも締結されました。これはタンザニアの時の、夕日の写真なんですけども、夫婦の家族のクライシス、これはびっくりしたのはですね、華麗なる中妻時代の終焉というニュースがあったんですね。昔ですね、その中妻っていうのは非常にこうなんかいい響きで、セレブの感じがあったのかもしれませんけども、このコンサルティング会社がですね、調べたところですね、20から50代の女性を対象に実施したところですね、女性に聞いて旦那にですね、旦那についていかないというのが半分以上だったんですね。帯同しても良いというのは本当4分の1以下しかいないという状況で、でその理由はということなんですけれども、子供さんの教育、最もでしょうね。だから自分の仕事を今本当にお二人とも働いてらっしゃるケースが非常に多いと思います。それから、そうなると収入も減ってしまうということで、中妻時代、誰かの中妻時代は終焉してしまったというニュースだったんですけども、これはメンタルヘルスの先生方の専門なんですけども、実際に外に我々、任官として20年くらいいます出ててですね、ご婦人が感じているメンタルヘルスの問題というのはいろいろありますけども、こんなような内容だと思います。言葉の問題であるとか子育ての問題、それから結構使用人さんを使うというのも実はストレスですね。それから本当は、ストレスを癒していただもらえるはずの法人社会がですね、実は裏社会、小さい社会で、ストレスになってしまうということもあります。そしてストレス解消方法がないということですね。美味しいお店もないし、おしゃれなブティックもないみたいな感じで、でストレス解消できない。そして何よりもですね、その海外に出たら頼りになると思っていた夫は頼りにならない。土日も結局ゴルフとかですね、接待とかね、日本とあんまり変わらないじゃないかってがっかりしてですね、いうことが大きいんだと思うんですね。で、私はですね、海外が夫婦の絆の試験場であると言ってるんですけども、どういうことかというとですね、日本にいらっしゃればですね、その奥様にストレスがあってもそれを解消する手段もいっぱいあるんですね。お友達もいればご家族もいるし、ところがですね、海外に出ると相手は夫しかいないんですね。ですから それまで気づかなかった小さい日々がどんどん大きくなってしまうということもありますし、一方でですね、あの絆が深まる夫婦もいらっしゃいます。これは確かですね。そういう意味では海外が試験場なんではないかというふうに思っております。で、こうした問題に対してもですね、そうですね、その豊富な海外経験、人生経験を持つメンバーがたくさんジャムネットにいらっしゃいますので、アドバイスをしたりとかということをしております。そして市場教育支援については、ウィズキッズさんとかグループウィズさんというグループも支援を行っております。私と考えるんですね、配偶者との関係を見直すチャンスじゃないかとかですね、あるいはグローバルな視点を持つ子どもを育てるチャンスじゃないかというふうに前向きに捉えていただければいいんじゃないかと思っております。これもハーグ条約ですね、つい先日ですけれども、初めてその日本人が訴えられるという事例がありました。これはたまたま日本人同士の結婚だったんですけれども、これについてもですね、データがないので、ニューヨークのですね、メンバー、ジャムゼントのメンバーである岩崎美智子先生がカナダ、米国についてアンケートを行っております。詳細はですね、まだ最終報告にはなっておらないので、
次回、まあ、来年とかですね、あるいは近々ホームページ等で、どんな結果になったかお知らせできると思います。で、最後ですね、メンタルヘルス事例の対応ということですね。まあ、これについては、後ほど水中先生からお話があると思います。メンバーの配置ですけども、東京、それからアジアですね、点は人ですね、人で、ニューヨークの場合は団体加入になってますので、まあ、これだけいらっしゃるということで、今、かなり広がってきております。そして、まあ、ついにワールドという感じになってきたんですけども、じゃ実際に参加メンバーを一人ずつ名前を挙げてみました。そうすると、ジャムズネット東京には現在90名います。だからニューヨークの方は24団体、150名いらっしゃいます。それからアジアが増えましてですね、155名現在いらっしゃいます。そしてカナダが57名。そしてドイツも9名という状況ですね。これだけのメンバーがですね、実はリソースとして加わっていただいているという、非常に頼もしいリソースだと思っております。そして今年初めてですね、5つの団体が合同してですね、ニューヨークでジャムセントワールドという会議を行いました。来年はですね、東京で開催する予定なんですね。ぜひ7月の終わりになると思いますけれども、また皆さんがご参加いただければと思います。講演会を予定しております。これはニューヨークの総領事館ですね。で、スタイルでドイツから参加していただいたりとかね、そういう会議を行った後ですね。そういうことで、私の話は終わりなんですけれども、国境をまたいで活動する日本人ジャムズネットが応援しますというのが我々のキャッチフレーズになっておりまして、ぜひですね、華麗なる法人財の幕開けになるようにしていきたいと思っております。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。最初のお話を受けまして、普段からのネットワーク作りが重要だということで、そこからジャムズネットの活動について、話になりました。ちょっと海外は夫婦の絆の資金状態とかね、するのもちょっとおっしゃいましたけれども、はい、またこちらもですね、後ほどのディスカッションで、またいろいろと皆さんから、投げていただければと思います。